ウニッチ、今週のテーマは災害に強い道路ネットワークの構築、東北横断自動車道釜石秋田線全線開通。3月9日、東北横断自動車道釜石秋田線の釜石花巻間およそ80キロが全線開通しました。東日本大震災津波から8年、三陸の復興へつながる復興支援道路の完成です。今回の開通は東北横断自動車道釜石秋田線の釜石ジャンクションから釜石仙人峠インターチェンジまでの6キロと、三陸沿岸道路の釜石南インターチェンジから釜石両石インターチェンジまでの 14.6 キロです。まず地域の皆様、それからあらゆる関係者の方にも感謝と敬意を表したいと思っています。この高速道路で内陸沿岸が結ばれ、さらに三陸沿岸道と直結するということで、高速道路がもうネットワークとして誕生するということですので、地域の可能性を発揮する、そしていろいろなお客様を呼び込んでくるですとか、そして今度は地域の力を日本中に打ち出していくというようなことも可能になる大きな力になっていくと思います。9月に釜石で開催されるラグビーワールドカップ2019では、この高速道路ネットワークが大会の円滑な運営を支援します。アクセスルートがしっかり確立することで、より大会成功に貢献できるんじゃないかなというふうに思っています。当然人だとか物の流れもこの道路を活用して良くなると思いますが、ぜひこの道路を使って新たに心がつながる、あるいは未来につながっていくような道路になっていければいいんじゃないかなというふうに思います。三陸沿岸道路は今後順次開通していきます。復興を後押しし、産業振興など大きな効果を生み出す復興道路の全線開通にご期待ください。岩手ワンコ広報室、次回お楽しみに。